どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということでね、今日もやっていくんですけどね、今日はね、今後ね、強くなっていくね、前田高校ね、ベスト3ということで、まあ、甲子園常連校に、ね、なってくるであろうね、まあ、高校をね、ちょっと、ね、紹介していこうかなということで、まあ、ほんまにね、ね、弱くなっていくね、高校も話したんですけど、まあ、逆にね、今後ね、どんどんね、強くなっていくね、高校もね、まあ、出てくるわけなんですよね。でね、まあ、そのね、どこがね、強くなっていくのかっていうね、話をね、ちょっとね、具体的にね、していこうかなということで、まあ、ほんまに今後はちょっと甲子園にも顔出す頻度がね、かなりね、増えるであろうってね、思う高校ね、ベスト3。はい、まず3位が、もうこれはね、もうこれからもずっと出ると思うんですけど、もう明徳ですよね。もうこれ明徳はもうほんまにね、どうせずっと出てくるのかなと、これ後半バツバットでね、ちょっとね、明徳ってね、低迷しとったんですけど、この低反発バットに変わった途端、ね、もういわば、もう高知県のなんか派遣がね、正直な話ね、ちょっと緩まってたんですよ。で、明徳僕ね、もうちょっとね、厳しいなと、思ってたんですけど、この低反発バットに変わってからの、やっぱこの流れっていうのが、ほんまにね、馬淵監督がこの高野連に言いつけたんちゃうんかっていうぐらいね、馬淵監督に有利な、ね、なんて言うんですかね、有利な展開というか、ね、だからこの明徳をもう県内で止めれるチームは、ね、いないと思うんですよね。だからもう甲子園でもうずっともう今後、ね、出てくるのかなと、思います。だからまあ甲子園常連校に、ね、なる、チーム、まあ、その甲子園ね、もともと常連校やったんですけど、ここ最近ね、高知高校、高知中央とかね、この辺にね、まあ、やられとったんですけど、まあ、この高知高校、高知中央はね、まあ、ほんまにね、よくも悪くもね、やっぱり、ね、ポテンシャル頼りすぎるんですよね。だからこのポテンシャル頼りすぎるチームって、言い方を変えたら、弱いときほんま弱いんですよ。ね、もうハマったりしたらもう抜け出せないんですよ。でも明徳っていうのはやっぱりどういう相手でもやっぱね、結局アベレージね、いい勝負ね、できるんですよ。どんだけ格上であろうかね、ほんでまあ弱いチームに対しては、徹底的に、潰せますから。だからこの明徳をこう倒すにはやっぱね、ポテンシャルだけではやっぱね厳しいなと、ね、前までやったそれをね、ポテンシャルをね、やっぱりこう、なんて言うんですかね、抑えるつけるほどのね、明徳にはやっぱり技量っていうのがなかったんですよ。それは後半バットで、そのね、いろんなこの罠とかをもう結局ポテンシャルご利用しでね、潰せるみたいな、感じだったんですけども、明徳のね、この防御とか罠をやっぱりもうと、なんて言うんですかね、倒せないです。はい、それはなんでかっていうと、さっきも言ったんですけど、低反発バットで、もうポテンシャルない球をする。もう高知中央とね、高知高校の野球なんてね、よくもうほんま単純なんでね、ね、ただバッターに気をつけとけばいい。でもそのバッターとかはもうローにね、スライダーを放ってたらもう今なんか打てない時代ですからね、やっぱそれをね、明徳のピッチャーとか明徳の監督とか一番わかってるんで、ね、実際その県内でやったらね、もう明徳ね、結構ね、その点差とかね、ロースコアとかでね、1点差、2点差の試合とかもあったと思うんですけど、結局もそのね、試合の流れ的にね、まあそのね、点差以上にね、差があったみたいな、ね、試合がいっぱいあったんで、だから明徳はね、かなり、はい、もう甲子園のもう本物の常連校になってくるのかなと、個人的に思ってますということで、3位に入りました。で、2位が、もうこれね、さっきの、ね、動画でも言ったんですけど、やっぱ土浦日大ですよね。もう土浦日大はもう止められない。うん、やっぱ足絡めてきますし、やっぱね、そのね、一個一個のね、そのなんて言えばいいんですかね、まあ、言い方悪く言ったらもしかしたらサイン盗みかもしれないですし、まあ、サインを盗むとかね、相手の癖を盗むとかに、やっぱものすごいね、長けてるチームなんで、だからやっぱこういうね、細かい野球をね、してくるチームっていうのは、もうどっちにしろね、やっぱ強豪校とか、強、なんていうんですかね、強いチームであればあるほどね、もう嫌な相手やと思うんで、だからやっぱこういう相手を倒すのっていうのは、かなり厳しいと思いますし、まあ僕はね、無理やと思うんで、だからそういう意味では、この土浦日大っていうのはほんまにね、
まあ、茨城県内じゃ誰も止めることができないのかなって、僕は個人的に思いましたということでね、2位に、入りました。ほんで1位はどうかっていうと、なんやかんやで僕ね、退社来るんちゃうんかなと、ね、甲子園常連校に名乗り出てくるんじゃないのかなっていうのが僕の中のね、まあ一個意見かなと。これね、結局ね、まあこれ金足農業もそうやったですし、ね、金足農業はちょっと遅れたかな、その不祥事とかで。でもこの退社って、もういわば県内選手ばっかなんですよ。だからこの退社に入りたいっていう選手とかが結構ね、増えてくると思うんですよね。で、これが、なんていうんですか、その関西の方から来るとか、やっぱり、ね、そういういじめ的なところはね、退社ってのはないんで、退社って基本的にね、島根県、の選手が多いんで、ね、僕の試合も行ってましたからね。で、やっぱその退社になんで強くなるのかっていうと、僕は結局ね、島根県のいい選手とかって意外とね、流出しとったりするんですよ。島根県出身のえぐい選手とかが島根県にね、とどまらず、ちょっとね、地方行ったりっていうね、パターンっていうのが、これ、代謝が出てきたことによって、なくなると思うんですよ。で、それはなんでかっていうと、まあ、ほんまにね、シンプルな話、地元でね、甲子園でってね、地元のコーラにね、ちやほやされるのがね、正直な話、一番いいじゃないですか。ね、そんな理想じゃないですか。だからね、やっぱり結局、この代謝っていうブランドがね、できましたし、ほんでね、これね、まあ、甲子園出るじゃないですか。で、甲子園出たら名前が売れるとかね、まあ、その名前にブランドができるとかね、まあ、そういうのね、いろいろあるんですけど、これね、一番ね、何がね、強いって、これ意外とね、寄付とか、やっぱそっち系がね、結構来てると思うんですよ。ほんなら何やかんやでね、もうどんな弱いチームとかでも、甲子園とか出たら、まあ、OB とか、やっぱそういうね、まあ、言ったら金持ちの人とかが結構送ったりして、この退社の設備っていうのが、どっちにしろね、ちょっと良くなると思うんですよ。てか 100% 良くなるんですよ。で、それはね、まあ、ね、練習の時間をね、長くするためにね、バスを贈呈してもらえるのか、ね、何か分かんないですよ。マシンが1個増えるのか、とかね、まあ、どっちにしろね、設備がね、甲子園出た瞬間にね、ちょっと上がるんで、だからね、この大社高校の人気っていうのが、さらに、ね、名前のブランドもありますし、島根県内では、ほんまにね、ちやほやされますし、それだけでね、かなりね、強いって思われますし、やっぱね、こう、地方チームがね、ね、島根県って多いんですよ、治水館、益田東もね、その中でね、このほんまに、なんて言うんですか、このね、先住民ネイティブアメリカンばっかでね、戦うのもね、やっぱその島根県民からするとね、やっぱね、非常にこうね、楽しいというかね、応援できるチームなんで、まあ、応援する人が多いチームなんで、だから代謝は今後ね、かなり強くなってくると思いますし、やっぱりその島根県のね、まあ、いい選手とかのね、流出をね、抑えれるっていう意味では、この大社高校っていうのは、この島根県の中の、てか島根県の、島根県がね、唯一ね、もう強豪校にね、強いチームになっていくとしたら、この大社高校にほんまに島根県のもう上手い選手が流出せずに、とどまって、この大社高校に集まっていくっていうので、この島根県では甲子園常連校に、なってくるのかなと、僕は個人的に思いましたということでね、皆さんが思う、まあね、この3つ以外にも、ね、ここがこうなるとかね、あればね、ぜひね、コメントをしてほしいなと、ね、思います、ほんまにね、甲子園常連校になるね、きっかけとかはね、意外とね、ちっちゃい、ね、きっかけやったりするんで、それがね、ほんまにね、その1回がね、ものすごいね、大きかったりするんで、この3校は間違いなくね、甲子園常連校に、なってくるのかなと、僕は思いましたということで、ね、皆さんが思う、ここも甲子園出てくるやろとか、
高専常連校になるやろうとかね、あればね、ぜひね、コメントよろしくお願いしますということで、またお次の動画で会いましょう。お疲れ。